私は今大阪城にいます。ここは時の権力者豊臣秀吉が住んでいた城です。御殿から帰ってきた玉はこの近くの屋敷に住むことが許されました。家族との再会を楽しみにしていた玉ですが、子供たちは母を忘れ乳母にばかりがついていました。夫忠興は玉が謀反人明智光秀の娘であることから世間の目を恐れ、玉に一切の外出を禁止したのです。また玉にとって親の仇である秀吉の繁栄を間近で見させられて複雑な心境だったに違いありません。この回では大阪で過ごした玉の苦悩と解放、そして壮絶な最後を追います。糸様、お方様がお呼びですよ。はい。喜びの中に苦難は住めませぬ。御殿にいた時あなたはそう言ってましたね。はい、覚えております。あなたの言う通り、ここに来ても苦難の連続でした。神は私が何をしたら救ってくださるのです？岡田様、天主様は私どもが何かをすれば救うとは仰せられません。ただキリスト様を救い主として信じれば、それで救ってくださいます。ただ信じれば良いのですか？はい、神の子キリスト様は私たちのために十字架におかかりになりました。わかりませぬ。十字架は極悪人がかかるもの。なぜ神の子がそのようなむごい死に方をなされたのですか？私にはどのように申したらよいかわかりませぬけれど、本当はあの十字架にかからなければならぬのは私ともすべての人間なのです。それでは私も？はい、恐れながら。糸殿、キリシタンの教えの書物はありませぬか？はい、私の部屋に置いてありますゆえ、急いでお持ちいたしましょう。書物を学ぶにつれて、タマは次第に教会に行きたいと絶望するようになりました。しかし、夫から外出が禁止されていたため、それは容易なことではありませんでした。しかし、お願いです。今日私に洗礼を授けてください。玉が素性を隠していたため、教会はこの時に洗礼を授けるのをためらいました。しかし、お母様、秀吉様は九州でバテレン追放令を発布なされました。まさかそんな。それならば一刻も早く受洗を急がねばなりませぬ。受洗の決意を伝えると、バテレン追放令のただ中で玉が無難に外出して受洗するのは危険と判断しました。司祭に代わって清原糸に玉の洗礼を行うようにと指示しました。父と子と聖霊の御名により洗礼を授く。玉が洗礼を受けたことで、その影響を受け細川家の家族や親族、家臣たちが次々とキリシタンになっていきました。
奥方様、石田方より使者が参りました。詳細殿。奥方様、できることならば我らは奥方様を何とかお逃がししたい。お心遣いありがたく思いますけれど、妻はキリストに従うように夫に仕えよと御言葉にもござりまする。私は神の御言葉に従います。私はキリシタンへ、自害はできませぬ。万が一の時はよろしく頼みます。屋敷を出る用意が整いました。伊藤殿、屋敷にいる者たちを連れて教会へと向かってください。方様、ならば私もありませぬ。そなたたちの心のほどは嬉しくも死ぬことはなりませぬ。伊藤殿、二度の出のお心尽くし忘れませぬ。私を信仰に導いてくださり、あなたのおかげで神と出会うことができました。あなたの祈りは天に届いておりました。今ではすべての苦難が神のご恩寵であったと心から思います。あなたたちはなんと大事な友であり信仰の姉妹であったことでしょう。ありがたくありがたくお礼を申します。天でお待ちしております。奥方様、敵軍が退去して押しかけてきました。おいとましきことながらご覚悟を。そなたの忠義かたじけなく思います。ではディウスの身元に5年。1600年8月25日、ガラシャは38年の人生を閉じました。時代の変動の波に翻弄され、最愛の家族を失い、彼女の人生は苦難の連続でした。しかし、イエス・キリストに出会い、苦難は恵みに変わりました。どのような迫害の中でも信仰を貫き、すべてを神に委ね、最後まで神に従ったのです。細川ガラシャ、その人生はまさしく神の恵みと恩寵に満ちていました。しも、お方様はお方様の使命を全うされました。私たちも私たちに与えられた使命を最後まで全うしましょう。はい、